次は SJ です。ガーディアンが果たす社会的な役割だと。結婚した時の役割ですね、はい、ヘルプメイトとあります。ガーディアンたちは配偶者としての自分たちをヘルプメイトとみなし、快適で安定しており、何か問題があればすぐそれに対処し正しい方向に進む手助けをする用意がありますと。用意してるんだと、さすが SJ。 その結果ガーディアンはどの他の気質よりも困難な状況にある配偶者を救う存在に引き寄せられやすいですと。 SJ 型の自己尊重は良い行いをするっていうことに基づいているため、良い配偶者でありたいと考え、配偶者を助けたいっていう義務感を感じていると。他の気質の人たちももちろん配偶者に役に立ちたいと望んでいるが、ガーディアンほど SJ ほど真剣にこの目線を追求することはありませんと。助けたいと思ってますよね。まあ思ってるけど楽しませたいなんじゃないですか、 SP でいくと。まあ、優先順位の問題ですよね、きっと。きっとそうだと思います、はいはい、別に他のタイプが助けたいと思ってないっていう話ではない。これなんか影いや俺も助けたいと思ってるよって皆さん思ってると思うんですけどね、はい、配偶者がいる人は。ただまあ他のタイプよりもよりもう最優先に思ってるってことですよね、助けることを。なるほど、はい、では次がですね、ザ・ソーシャライザー・ペアレントですね。なるほど。親の役割において SJ ガーディアンはほとんどの場合、子供たちが文明化され、文化に触れ、地域社会と完全に協力し、そのリズムに合わせるように心がけることを目指していますと。世間体とか気にするんですかね。ルールとかじゃないですか。なるほどね、はい、クソくらいですけどね、そすいません。要するに社交的であれということですと、うん、ガーディアン SJ の子供たちは、家庭学校教会スカウトのミーティング、その他の社交的な集まり、そして特に広がる家族の集まりでますます助け合いや生産的な存在になるよう期待されていますと。ガーディアン SJ の親が子供たちに求める重要な価値は、子供たち彼らがコミュニティと円滑に協力し、あらゆる点でその福祉に寄与することですと。他の気質の親と比較してガーディアンの親はこのプロジェクトに対してより多くの関心を抱いており、つまり子供たちの冒険心を奨励すること、ポジティブな自己イメージを育むこと、独立心を強化するといった他のタイプの概念より、子どもたちがコミュニティに円滑かつ助けになるよう心がけますと。みんなの役に立つことが、うん、情けは人のためならずだよと、うん、先にやっとけと、まあ、みんなのためになるような、みんなから求められるような人材になれみたいな感じですよね。良き行いをすればって話なんですよね。はい、はい、なるほど。そうすれば生きていけるからみたいな、会社の言うことはちゃんと聞くんだみたいな。老子的ですね、はい、でスタビライザーリーダーとあります。スタビライザーリーダーというのはどういうことなんだろうな、まあ、読んでバランス取るんですか、ね、バランス取るってことなんでしょうね。ガーディアンの視点においてリーダーシップの最も確かな基盤は何を行うか、それをどのように行うか、そして誰がそれを行うか、それを慎重に考えられた管理がその基盤だと。これは従業員がやることを知っており、進んで従えるスケジュール、規則および標準的な業務手順が存在すべきだっていうことを意味していると。もしもそのようなルーティンが存在しない場合、それは SJ 型のリーダーがそれを確立し広め、そして変わり者や非従順者、要は無視する人、プロトコルを無視して自分のやり方で進むことを
渇望している人々、こういう人ですね、はい、が、リーダーの規律に従うようにする責任があると、うん、こういう人を、はい、言うこと聞いてってやる人ですね、はい、うん、個々の個性派が独自のスタイルでうまくやる場合であっても、ガーディアンのリーダーはこの主導権の発揮に疑問を抱くべきであり、それは可能な限りその自由にやってるっていうのは安定を損ない通常の業務の流れを混乱させる可能性があるだけでなく、スタッフの一部にはそれは不安定映ってるよって SJ のリーダーは見なす傾向があると、はい、規則と規制は全員のために存在し、混乱や不満が生じないように遵守しなければならないとSJ のリーダーは思っています。 SJ ガーディアンの視点では、オペレーションを標準化しないことで企業を安定させることに失敗したリーダーは、誤った方向に向かう努力や利益の減少に直面するというふうに思っているってことですかね。はい、要はもう自分でルールを作ってやらなきゃいけないし、うん、うまくいってたとしても、はい、不安に思ってるし、うん、周りもそうやって不安に思ってるよって、はい、って思ってる、思ってる、はい、まあ、良きに計らえとは言わないでしょうね、はい、はい、という SJ タイプだと。 ISTP は柔軟で、あ、トキさんは INTP は頑固なイメージだと、はい、まあ、そんな感じ。頑固っていうか、頑固でも僕の中ではないんですけどね、あの理論派で頑固、はい、頑固の多分トキさんと僕のイメージが多分違うのかもしれない、はい、はい、まあ筋は通してる感じはありますよね、はい、確かそれを頑固といえば、まあ、頑固か、うん、率先して助けるのは ENFJ だと思いますと。アンパンマンみたいな感じだと、なんかもっと助けるも多分サポート的な感じですよね。この人がちゃんとこういう仕事ができるようにサポートするみたいな、助ける、はいはい、アンパンマンはしないわけじゃないですか死にそうな人を助けるとか困ってる人を助けるみたいなのあるけど、システムがちゃんと回るように、この人がちゃんと社会に馴染めるように助けるみたいなことはしないじゃないですか。そういうのはアンパンマンの役目じゃないです、ね、はい、そういう助けるかなっていう気はしますよね。ああ、なるほど。なので、あ、 ES の方ではないよと。 ES だ、うん、あ、その率先し助けるのは ENFJ だと思いますみたいな、あ、に同意されたわけですね。じゃなくて、じゃなくてというか、その助けるとはこの SJ の助けるは種類が違うみたいな話、はい、はいはい、ESTJ は頑固親父っぽいと分かると、うん、確かに SJ の父は私をガールスカウトに入れたがってたと、うん、集団に馴染めない私は拒否したと。あ、この辺はなんか SJ の父親は多分うちもそうだろうなとかって思ったりするんですけど、はい、SJ っぽい、はい、体調どうですか、うん、お父さんどうなんですかね、分かんないです。ルールありませんでした、マイルール、マイハウスルール、厳格な、 あんまりないです。あ、そういうのはなかったですか。気分変わります。あ、なるほど、はい、俺がルールだって、はい、なるほど。 S 個性と多様性が認められない組織は窮屈に感じると、はい、で、まあ、ルールがあった方が楽な部分はあるなとは思うんですけどね、はいはい、SP が従ってても従ってるふりだしと、はい、あいつらは嫌になったらいなくなると、うん、